マーシー山はアディロンダック山地の最高峰。アディロンダック山地はアメリカ合衆国ニューヨーク州の北部にある緩やかな山地で最高峰はマーシー山である。先住民族もホーク族の言葉でアメリカ山嵐を意味する。北アメリカ大陸の東海岸を南部はジョージア州から北はメイン州まで北上しているアパラチア山脈の始脈とも考えられるが、 むしろ北隣のカナダのローレンシャン山地の一部とみなす人が多い。この山地の北側と西側はセントローレンス側とそれに続くオンタリオ湖、東側はハドソン川上流とシャンプレーン湖、南側はモホーク川になっている。ニューヨーク州立のアディロンダックパークがほぼ山地全体を占め自然に溢れた地域で近くは アップステートニューヨークやカナダのモントリオール市の人々、遠くはニューヨーク市やボストン市の人々の保養地になっている。1932年と1980年の冬季オリンピックは、この産地のレークプラシュットで開催された。20億年前の原生代大積岩が、ローレンシや大陸と衝突して隆起した山脈である。主な町、フローレンス・ウィリアムズ、ネイチャー。 フィックス自然が最高の脳を作る NHK 出版2017年64ページ ISBN 978から4から14から081718から6アディロンダック産地ありがとうございます